こんにちは。今日は購入品の紹介をしたいと思います。メモリープレイスさんのセールでたくさん購入したので、それを紹介していきます。ではスタート。ではまず初めから大物の紹介をします。じゃーん、こちらです。ラブメモフレーム、これがスクラップブッキングの12インチサイズの作品を飾れる額になります。これはもう何個か私もう持ってるんですけども、今回解体したいと思って無事セールでゲットできました。これが白のフレームです。それと今回はまた同じこのラブメモフレームでも、今回は初めてこのチョコレート色、茶色を購入してみました。すごく綺麗な茶色で、これも作品映えしそうなフレームなので、これとこれまた我が家に飾っていきたいと思います。では次にステンシル、ステンシルを2つ購入しました。すごく大きい 12×12 インチの大判のステンシルです。スタンプインクでポンポン叩いたり、モデリングペーストとかそういうので、スクラップブッキングをデコレーションしていきたいなと思っています。それとスクラップブッキングのパターンペーパー、これ今回はちょっと我慢して少なめに買ったんですが、これがメーカーがドゥードルバグ、このメーカー私大好きなんですけど、このドゥードルバグというメーカーのペーパーがセールに出ていたので、これも迷わず飛びつきました。お花といってもこれ冬のペーパーなので、雪の結晶が中に入っています。これも可愛い。これも裏が木目になっています。これは雪だるまと雪山のペーパー、裏も裏表もいつも可愛いので、毎回どっちを使おうか、どっちの面を使おうか迷いながら使っています。なのでできるだけ何枚も同じペーパーを買います。これはキラキラ、ちょっとこれ動画だと映像だと分かりづらいと思うんですが、すごくキラキラとしています。この白い雪の結晶にラメがついています。これも何枚も買いました。これ裏がピンクになっています。これがさっきと同じ、今回はドゥードルバグのペーパーと、あとはこれコーディネーションズのキラキラのラメペーパーになります。グリッターガール、これを何枚か買いました。あとはこれはすごかったです。今回この We are Memory Keepers というメーカーのアイレットハトメ、もうこれがすごく安くて、これが白ニッケルブラックブラス、この4種類大量に入ってるので、ミニブックやレイアウトなどにも使っていけたらなと思います。
次はこれがボーバニーの、ストーン。このピンクと黄色、これを何個かずつ買いました。これ何でも使えるのでデコレーションにすごく便利なんです。透明とかちょっとこうパールっぽいものだったりとか、色もいろいろあったりとか大きさもいろいろあって、いろいろ本当何にでも使えるのでかなりストックしています。あとはこれ、フィスカースのペーパートリマー。ペーパートリマーといって紙を切るカッターの替えの刃です。この替えの刃で、これ一つはまっすぐ切れるやつ、一つがこう点々点ってこう切れ目が入るやつになっています。折り目ですね、折り目か、折り目の刃になっています。あとディストレスグリッター、これ何年か前のレンジャーから出たやつなんですけども、これがグリッターになっているので、糊などに振りかけてキラキラとさせて使います。夏なので海の作品とかにこれを振りかけてキラキラとさせてみたいなと思います。あとはこちら、これがマイマイズアイのタッセルです。タッセルのバナーになっているタッセルです。これちょっと開けてみたいのでちょっと開けてみます。これは以前から気になっていたんですが、娘の誕生日に壁に飾りたいなと思って購入しました。このピンクと白黒がすごくかわいい。紐が長くついているので、これを外して飾る感じですね。あ、かわいいかわいい。もうすぐ娘の誕生日なので早速これを壁に飾りたいと思います。ここが紐に固定されているわけではないので、好きな場所で好きな間隔を空けて飾れますね。それとこれがステッカーとダイカットです。この2つとも先ほどのこのペーパーと同じメーカー、ドゥードルバグという私が大好きなメーカーのもの、こちらも2つ買ってみました。これがステッカーは2シート入っていて、どちらも本当に可愛い。このポップな感じがすごい好きなので、これはただすごいミニアイコンといって、通常のスクラップブッキング用に作られたステッカーシートよりも少しアイテムのこの一つ一つのモチーフが小さめにできているので、手帳などにも使えるようになっています。これなのでこれは手帳に使いたいな、もしくは6インチレイアウト、小さなレイアウトを作るときに使いたいなと思います。でこのダイカット、このダイカット裏に中身が書いてあります。これは先ほどのこの冬のペーパーと同じシリーズなので、このペーパーで作品を作るときに一緒にこれも使って作りたいと思います。あ、1450円って書いてある。これも全然安くゲットできました。びっくりするほどの値段で購入できました。
たくさん入ってるので使うのが楽しみです。では次はこれです。じゃーん、これがクリアスタンプ、それとそれに付属するマッチする台になります。これも今回はドゥードルバグです。すべてドゥードルバグ。今回はドゥードルバグというメーカー狙いでセールに参戦しました。なのでもう基本全部ドゥードルバグ、ドゥードルバグ、ドゥードルバグっていう感じなんですけども、このスタンプはずっと欲しかったものなのですごく嬉しいです。まずこのスタンプは先ほどのこのペーパーやこのダイカットと同じコレクションになっているので、出てくるキャラクターなどが同じになります。なので作品を作る時もペーパーやダイカットと合わせやすい感じになります。このスタンプを押して色を塗りしたりとかチョキチョキと切ったりとかして使っていきたいと思います。もうこのドゥードルバグデザイン大好きなので、もう何回も何回も大好きとか可愛いとか言ってしまうんですけども、それほど本当に可愛いんです。そしてこれもドゥードルバグのスタンプで、この台っていうのは何かというと、この台っていうのは台カットができる型抜きになります。これは専用の機械、手動のくるくるという回す機械なんですけども、そういうのが必要になってきます。それがないとこれはちょっと使うことはできないんですが、台カットマシンをお持ちの方はこれとこのスタンプを一緒に使うと、とっても効率よく作品が作れるようになります。どうやって使うかというと、例えばこのウサギをスタンプを押して、例えば色塗りをして、これの周りを全部こうやって切りたいなと思った時に、ちょっとこう細かいところとか難しいし時間かかると思うんですけども、そういう時にこの型、例えばウサギでしたらこの型をスタンプしたところに置いてあげて、機械でくるくるっとすると一発でこのウサギの形に抜けるっていう、型が抜けるというものになります。なのでスタンプを買った時にコーディネート台がある場合はこれもセットで買っておくととっても便利です。これもですね、これもクリアスタンプとコーディネート台マッチする台になっています。これも可愛いですね。自転車とかお花とか鳥さんとかいます。さっきのステッカーと同じかな、同じですね。これもこれ2つが同じコレクションになります。これでどんどんカードを作ったりスクラップブッキングを作ったり、いろいろ作っていきたいと思います。スタンプは繰り返し、あの台もなんですけども繰り返し使えるので、一回持っているとずっと使えてとっても便利です。そして最後にこちらをご紹介します。どーん、すごい、これ入りきらないんですが、画面に収まりきらないんですが、これが今回のセールで一定額以上購入した方対象についてくるプレゼントで、 We are Memory Keepers というメーカーのフレームです。ストレージフレームというのが私のところには来ました。プレゼントはランダムで入ってくるようです。このストレージフレームといってかなり大きいんですが、こんな感じで9つに割れているというか区切られているので、そこに写真を入れたり作品を入れたり、あとは結構厚みがあるので、この厚みに物を飾ったりなど、いろいろ活用できそうなフレームです。これを壁に飾って小物も入れられそうなので、エンベルなどをちょっとストックしたりとか、あとは思い出の写真などを飾っていけたらなと考えています。すごいプレゼント。早速壁に飾っていろいろアレンジを楽しみたいと思います。